さてここで、アメリカ人には馴染みの浅いラーメンですが、その食べ方を紹介したいと思います。このようにレンゲに麺を入れてゆっくり食べるのではなく、紅生姜と絡めて豪快に食べます。そして最後の一滴までこの豚骨スープを飲み干します。あ、美味しかった。これが日本のラーメンの食べ方、日本の食文化です。ごちそうさまでした。新選組ではお客様のお好みに合わせて麺の硬さ、油の量、味の濃さを選ぶことができます。こちら以外にもできる限りリクエストにお答えいたします。トッピングの方は本場博多ではチャーシューとネギのみという店が多いですが、新選組ではチャーシュー、ワンタン、高菜、明太子、辛味噌、メンマ、もやし、コーン、刻み海苔、煮卵、ほうれん草をご用意し、お好みに合わせいろいろな組み合わせをお楽しみいただけます。そして麺は豚骨スープとよく絡むように細麺のため伸びやすいので大盛りにはせず、博多ラーメン特有の替え玉を行います。1杯目のスープは全て飲み干さず替え玉をお楽しみください。最後にこちらが当店人気のトッピングです。皆様もぜひお試しください。黒豚豚骨を20時間煮込んで作った、スープで食べる本格博多ラーメン、麺の硬さや油の量、味の濃さなどお客様の好みで選べます。真心と気合の入ったサービスで皆様をお待ちしております。おっす。